こんにちは、目村です。今日は、季節のアート、このハロウィンのアートですね、親子かぼちゃの描き方をご紹介しようかなと思います。では少しずつ説明していきます。はい、では描いていきたいと思います。まずは、ハロウィン、かぼちゃをね描いていこうと思うので、オレンジ系を削りました。そしてこのねペンシルを使って、で、このかぼちゃの絵を描いてるんですけど、このステンシルを使って描いてみたいと思います。直接ね、白い画用紙の上に、そのままステンシルを置きます。そして、ちょっと柔らかい感じを出したいので、カット面をね、使って描いていきたいと思います。で、この今、削った、こちらですね。オレンジ色ですね。これを何種類か削りましたので、こんな感じで、少しずつ薄く、はじめ薄く、薄めに、そして、濃い色もね、入れていこうと思います。で、このまま動かさずに、この中のね、顔のステンシルを合わせます。で、そのまま消しゴムで、この目と口と、ちっちゃいんですけど、鼻の部分ですね。これを消していきます。綿棒。こちらを使って顔を描いていきます。もうね、塗るだけ。この中に塗めるだけです。はい、これで、まずこの部分を剥がします。次に、カット面の場所を変えて、この緑ですね。緑色をこの部分に塗ります。次に、ここに、この先ほどのステンシルを置いて、そして、少し重なるように、こんな感じで入れていこうと思います。先に下に、この顔のステンシルを置いて、そしてこの上にね、かぼちゃのステンシルを置きます。で、また同じように、色を入れていきます。また、上に、お顔を、乗せます。で、また同じです。消しゴムで消していきます。また、綿棒を使って。はい、できました。これで、顔の部分を剥がします。そして、次に、ここですね。この部分。こんな感じになりました。では、次に周りをね、塗っていきたいと思います。好きな色で、このように、カット面で、周りを塗っていきます。こんな感じになりました。で、これに、もう少しね、形を、模様をね、描いていこうかと思います。はい、丸のね、ペンシルを使って、描きたいと思います。月をね、描いていこうかと思います。ここだけ、この部分だけ、消したいと思います。手でいいので、黄色をね、入れていきます。結構月ができたので、ここにちょっとコウモリを飛ばそうかと思います。こんな感じで。で、何箇所か飛ばしたいと思います。はい、できました。丸を
ていきたいと思います。好きなところでいいと思います。テープを離して、サインをして、フィキサーをしたら完成になります。はい、いかがだったでしょうか。今日はこの作品、ハロウィンの親子かぼちゃをご紹介しました。簡単にね、描けますので、ぜひ、描いてみてください。で、季節のアート、またご紹介したいと思います。よろしければ、チャンネル登録の方お待ちしております。はい。ということで、パステルアートの描き方の他に、ヒーリングアートの描き方、無料メール講座も配信しております。で、説明欄の、ところに詳しい、詳細をお知らせしておりますので、よろしければこちらもご覧ください。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。梅村千恵でした。